1年に一度のクリスマスだからこそ、大切な人と一緒に過ごすささやかな瞬間が宝物になる。もらった人だけじゃなく、周りの人まで笑顔になる。そんな贈り物を選んでみませんか？メリークリスマス。クリスマスプレゼントにチェキ。いつも独特な世界観というか、でも去年とはまた違って、なんかすごく昔の冬のなんかこう景色を描いてる映画とかをすごく思い出すような映像で、私自身もすごい完成楽しみだなと思って、思いながら撮影させてもらったし、あと子供たちがもうとにかく可愛くてお調子者な2人にすごく癒されながら撮影することができました。本編ではジャケットを着て前もリボンで結んだりとかして、なんかオーバーサイズでもありつつ真っ赤っていうのがなんか去年からすごく印象的だなと思っていたので、この大きいパールのピアスとのなんかバランスがすごく好きです。家の中をすごいよく模様替えするんですね。でするたんびにちっちゃい雑貨みたいなこうインテリアとして飾れるようなものをすごく集めていて、なんかおしゃれにそれを取って、結構小物がすごい増えちゃったんですよ。でもなんかその小物の中に今回このエヴァすごいおしゃれに撮れるじゃないですか。撮ったものをこう貼ったりとか、またインテリアにできたらいいなって思ったり、なんか撮ったものが写真としてある、バランス感も可愛いかなと。なかなか家族と過ごさなくなったので、なんか家族と過ごしたいなって思いますね。友達だったり現場であったり、なんか誰か知れとはいるけど、その結構二択だったので、改めて小学校の時と子供の時一緒に過ごしたのは家族なので、久々に過ごせたらいいなと思います。